世界地図を見るとすぐわかりますが、実は、日本は、東西南北四方を海に囲まれている海洋国なのです。だからこそ、領海の防衛が優先されるというのは当然でしょう。海というのは、海上だけではなく、海中、海底も含めますから、その守りも無視できないということになります。では、今回の主役の黒潮です。2006年、平成18年、9月17日の朝刊には、下記の記事が掲載されました。タイトルは、潜水艦、南シナ海で、極秘訓練を実施、中国を牽制か？防衛省は、南シナ海へ、極秘裏に潜水艦を派遣。東南アジア周辺を、長期間航海中の護衛艦部隊と合流し、9月13日、対潜水艦戦を想定した訓練を行ったと、複数の政府関係者が発言している。だが、目的を別のものにすり替えているという内容でした。記事では、公海の航行の自由を強くアピールするための行動とありますが、そもそも、潜水艦は存在を知られてはならないものです。つまり、探知されることを避けて行動するのが義務と断言してもいいでしょう。しかし、この場合は見つけてもらわなければ、アピール行動にはなりません。ということは、これは、わざと漏らした情報で、新聞に載った理由は、真の目的をごまかすためということでしょう。では、黒潮の隠密行動の、本当の目的とは一体何でしょう。一言で表現すると、中国海軍力の分散消耗ということです。南シナ海に潜水艦を投入することで、東シナ海や太平洋に向けられる中国海軍の力を削ることが目的なのです。不測の事態が起こったら、日本の潜水艦は、南シナ海の海南島の中国戦略源泉に、最初に対応することになります。この潜水艦には、核ミサイルが搭載されていますが、日本が南シナ海にいることで、中国は、海軍力を分散する必要に迫られるはずです。中国としては、戦略原子力潜水艦は、最優先で守るべき対象です。アメリカ、ロシア、そしてインドにも、核を抑止させたい中国は、各国からの先制核攻撃を防ぐために、防衛戦力整備、核兵器と弾道弾など、に、巨額の軍事費を注ぎ込んでいます。戦略源泉は、中国の国家安全保障基準では、最重要戦力となりますし、同時に、最優先保護対象ともなります。確かに、天文学的な国家予算を、惜しげもなく注ぎ込んだ、大事な大事な源泉を沈められたり、傷つけられたりしてはたまらないでしょうね。では、中国の虎の子の源泉の行動海域に、日本の潜水艦が出現したら、当然ながら、中国海軍は、対潜水艦戦を強いられることになります。戦術的には、海南島周辺に艦隊を集中させ、自国の戦略源泉を守りながら、同時に、日本の潜水艦を撃破しようと、躍起になるはずです。となると、結果として、中国が日本に差し向ける海軍力が減ることになります。紛争の原因である、尖閣諸島や先島諸島、太平洋方面に投入される中国艦隊の戦力が減少することは、間違いありません。逆説的ですが、黒潮潜水艦が南シナ海を潜航しているという事実こそ、中国が対日戦を避ける一つの原因にもなると考えられるのです。中国が、もしかしたら、日本が戦略源泉を襲うかも、源泉が沈められるかも、と想定すれば、
大切な源泉を守るために戦いを避けようとするはずです。日本の潜水艦投入の本当の理由は、ゲール・デ・クルース、巡洋艦戦略と呼ばれる分散共用戦略と推測されます。期待できる一番の効果は、戦略源泉の不安全化と反応とみられます。仮に、少数の潜水艦を平時に投入したとしても、相手に強い不安を与え、反応を引き出すことができると考えられているのです。そう判断できる理由ですが、先行例を真似している形だからです。アメリカ海軍も、日本と同様、中国海軍の力を分散させようとしています。問題になっている南シナ海で、中国戦略源泉に脅威を与え、海軍力を消耗させようとしています。日本の潜水艦活動は、もともとは、アメリカをお手本としたものと思われます。ということは、その目的も、アメリカと同じと判断して差し支えないでしょう。実は、アメリカ海軍には、オホーツクアプローチという前例がありました。仲の悪いアメリカと旧ソ連、ロシアがですが、実は、この2国は、直接接しています。その当該地域、カムチャツカ半島からオホーツク海にかけての一帯は他の国はなく、人口も少ない地域です。今から50年以上も前の東西冷戦時代、アメリカはソ連の戦略源泉聖域であるオホーツク海に攻撃源泉を送り込みました。ソ連の軍事力を分散せるためだったそうです。戦争における聖域とは、敵の侵入が極めて困難で、味方の安全が強固に保たれた領域を指します。ソ連にとっては、攻めるに固く、守るに安い地域と考えていたのでしょう。そんな聖域に、アメリカは脅しをかけました。これは大成功だったようです。ソビエト艦隊は何回も太平洋へ進出しようとしていたのですが、その出っ放をくじくことになりました。その後も太平洋へ展開しようとするソ連の攻撃源泉の数は格段に減ったそうです。したがって、この戦略は高評価を受けているそうですよ。そして、現在、アメリカは、オホーツクアプローチと同じ行動を南シナ海で展開しているのです。中国は、南沙諸島を含む周辺海域の戦略源泉を聖域とすべく、力を注いでいますが、露骨すぎて、ここが大事な場所と、公言しているようなものだと思います。アメリカがそこを狙うのは当然です。アメリカ海軍は、音響観測艦や哨戒機、攻撃源泉まで送り込んでいました。予測はされていたのでしょうが、結果的にアメリカと中国の衝突も起きたのです。2009年、平成21年、中国は音響観測艦インペカブルへの妨害行動を取りました。さすがに、中国としても喉元まで近づいたアメリカ海軍を黙って見過ごすことはできなかったのでしょう。日本が潜水艦を運用する目的もアメリカと同じ効果を狙ってのものと推測されます。今の世界情勢を見れば中国と正面から対立することは困難でもあり不利ですし割に合いません。つまり正面対決は避け相手に退いてもらうのが一番得策です。この黒潮潜水艦の行動を見ると、日本の従来の方針専守防衛から一歩踏み出したと感じられるのです。戦争にならないように、アメリカを真似て、強制的に中国の軍事力を分散させようとしているのでしょう。うまくいけば言うことなしです。
将来的には巡航ミサイルや軽空母なども海南島を目指すことになるでしょう。現在は全てが検討中の兵器ですし、あくまでも離島防衛用と公表していますが、本質的にはオーバースペックな武器ですから、離島防衛は口実というわけです。巡航ミサイルの性質上、相手に防空体制を強いることになります。平時に巡航ミサイルを積んだ潜水艦や哨戒機を南シナ海に展開させるだけでいいのです。これだけのことで、中国が危機感を覚えて、防衛体制強化に走ったら、締めたものです。つまり、日本が戦略源泉を攻撃しようとしているというポーズを見せるだけで、中国は、海や空の防衛戦力を分散することになるのです。艦載機を、南沙諸島だけではなく、海南島にも派遣するとなったら、中国海軍、空軍が、南シナ海防衛を強化せざるを得なくなります。同時に、フィリピン東方の海上哨戒活動もする羽目に陥るでしょう。結論として、中国は、日本海や東太平洋から、注意を南シナ海に向けさせられます。もちろん、日本海などの警戒も無視できないわけですから、全方位に、軍を分けることになるでしょう。中国は、アメリカへの対抗意識もあってか、太平洋への進出を狙って活動してきたのですが、日本や台湾などの海上活動もあって、東シナ海へ進出するのも、なかなか難しい状態と見られます。とはいうものの、相手は、経済大国であり軍事大国でもある中国ですから、どういうアクションを起こすのか、全然見当がつきません。油断禁物です。中国では、2011年、平成23年に、電車の衝突脱線事故が起きましたが、原因究明も生存者確認もろくにしないうちに、事故車両を埋めようとしたことに、世界中が仰天しました。何をやらかすのか、予測不可能なのが、中国の中国たるゆえんとも思います。そういった中国に日本は対峙しなければならないのです。防衛力とは何なのかと考え込んでしまいますが、人に見えない場所でひっそりと任務を果たしている忍者のような潜水艦へは、乗員も含めて応援したい気分です。